スマホ買い替えたいんだけど何にしようかな。なんだ霊夢。機種変更するのか？うん。もう今持ってるのも古くなってきちゃってるしねー。マリサいいの知ってる？ 4G のでもいいんだけど。なら、話していくか。紹介してくれるんだ。ありがとうマリサ。参考にするよ。それでは、昭和時代、1980年代に流行った電化製品7000を紹介していこうと思うぜ。お願いします。ん？昭和？最初に紹介したいのは、ウォシュレットだぜ。昭和にウォシュレットってあったんだねー。霊夢、お前昭和舐めすぎじゃないか？小学生の時に、家にあった記憶がなくてさ。とうとう機器って、どこのことなの？おいおい、とうとうのことだぞ。とうとうの旧社名は、東洋陶器株式会社なんだぞ。1970年3月1日の、とうとう機器株式会社への社名変更を経て、2007年5月15日に、従来商標、ブランドとして用いてきたとうとうを、正式社名に変更しているんだよ。あ、そういう経緯があったんだね。みんなはウォシュレットと聞くと、何を想像するだろうか。もちろん、トイレで用を足した後に、お尻などを洗う便座を想像するだろうが。実は、この便座の正式名称は、温水洗浄便座というもので、ウォシュレットではないんだな。デジマ？そんなバナナ。みんなウォシュレットって言うよね？1980年の発売以来、2011年1月には、累計販売台数が3000万台を突破しており、温水洗浄便座では高いシェアを誇り、イナックス、原理クシル。同社の名称はシャワートイレや、他社製の同種類のものも含め、ウォシュレットと呼ばれるほど定着しているものだが、ウォシュレットというのは、この温水洗浄便座をとうとうが商品として販売している、商品名なんだな。あ、そうだったんだ。1982年に、当時話題を集めていた戸川純を起用した CM にて、中畑隆による、お尻だって、洗ってほしい。のキャッチコピー。第2弾コピーは、人の、お尻を洗いたい。そして、その独特の CM 中の歌によって、一気に知名度を高めたんだな。ご飯時に流れてきて、なんだなんだ？って家族が鳴ってたのも思い出したよ。1980年に発売されて、18年後の1998年に国内、海外市場合わせて1000万台突破し、その7年後の2005年に、2000万台突破。また、2011年には3000万、2015年には4000万、2019年には5000万台を販売している。国家の人口じゃん。まあ、ウォシュレットに限らず、国内温水洗浄便座市場全体での、家庭での普及率は、総世帯で 73%、2人以上の世帯で、80.2% にも達している、国民的電化製品だな。もうウォシュレットを知らないお尻ではいられない。次に紹介したいのは、太陽電池式電卓、アモルトン CX-1 だぞ。アルマゲドン、ドンはなくロースマイアイズ。じゃねえんだよ。1980年9月に発売された、世界で最初のアモルトン内蔵太陽電池式電卓のことだ。三洋電機は、希少質のアモルファスシリコン太陽電池を初めて実用化した。寿命約10年のポケット型電卓、アモルトン CX-1 を発売した。寿命10年はすごいね。動物くらいあるってことじゃん。アモルファスシリコンとは、現在各種の半導体に使われている、単結晶シリコンに比べて、大幅なコストダウンができる、というところから、活発な開発競争が繰り広げられていて、はじめ、アモルファス太陽電池を開発した三洋電機が世界に先駆けて、実用化に踏み切った、っていう商品なんだ。今では当たり前となったソーラー充電だが、ここが原点ということだな。すごい。その商品が電卓だったんだね。太陽電池ってのは、トランジスタ研究の副産物として、トランジスタ発明の7年後である1954年に、アメリカベル研究所の、ジェラルド・レオン・ダス・ピアソンらによって発明されたものなんだ。副産物で、こんな便利ものができたんだ？おったまげー、だわ。当時、三洋電機の桑野幸則は、一枚の絶縁基板状に、複数の太陽電池を一体化して作り付け、リード線なしで直列につなぐ、という集積型のアイデアによって、1979年に、世界で最初にアモルファス太陽電池の、実用化を達成したのさ。同社は1980年9月に、世界で最初のアモルファスシリコン太陽電池内蔵の電卓、CX-1 を、アモルトンの名前を付けて、発売したということだな。キャノン、カシオも1981年から、アモルファス太陽電池式電卓を発売している。販売が終了した時期ってのは不明なんだが、1987年の三洋電機の電卓パンフレットには掲載されていないから、
CX7 の販売期間は、1、2年程度だったのではないか、と言われているな。太陽に当たれば充電できる機器って、やっぱ革命だよね。歩いてればいいしな。晴れの日にね。次に行くぞ。レーザーディスクプレイヤー、LD1000 だ。レーザーラモン HG みたいだね。平成の話をするな。ご存知の通り、レーザーディスクプレイヤーは、レーザーディスクを再生するための、光学式ビデオディスクプレイヤーのことだ。今回紹介するのは、パイオニア製だな。LD 専用機であり、1世代、ヘリウムネオンレーザーを使用した初期のプレイヤーのことだ。国内初の光学式ディスクで、LD プレイヤーである LD1000 は、1981年10月発売された商品だ。初代 LDP、第1号機。価格、22万8000円だったな。軽量じゃん。手取りより高いよな。本体表記は、レーザーディスクプレイヤー。ちなみに、レーザーディスクは、パイオニアの商標だ。あ、そういうの、電子機器って多いんだね。レーザーディスクってのは、直径30センチのディスクに、両面で最大2時間の映像を記録できる、光ディスク規格だ。今となっては、こんなに大きいのに2時間、とか思うが、当時としては画期的なものだった。さっきも言った通り本来は、レーザーディスクという名称は、日本国内ではパイオニアの登録商標なんだが、1989年に商標を無償開放して、一般名詞化してレーザーディスクという名称を、他メーカーも使用できるようになっているんだ。発売当時は、エノデルレコードというキャッチコピーが使われていたよな。何それ？って興味持ったよね。当初こそパイオニアのみが製品を販売し、日本ビクター、現 JVC ケンウッドの開発した VHD 陣営と、販売競争を繰り広げていたんだ。VHD とレーザーディスクでは、水平解像度が240本程度だった VHD に対して、レーザーディスクは400本以上と、画質面のアドバンテージがあり、またレーザーによる非接触式だから、ディスク劣化がないことから、レーザーディスクの方が、圧倒的に性能が優勢だった。おお、これは流行るね。まあ今となっては、VHS と DVD の狭間で、少しだけ輝いた程度の認識だろう。え？めっちゃ欲しいと思ってたけど。しかし、当時先方の危機だったことは間違いないだろうよ。VHS と DVD の狭間で一瞬だけ輝いた、と言っても良い LD だが、動画を記録できるって、画期的なことができるからな。見たいドラマも、いっぱいあったしね。続いて、CD プレイヤー、CDP101 だ。あ、あの小さかったやつ。そう。ソニーの CDP101 は、世界で初めて市販された、コンパクトディスクプレイヤーのことだ。日本で1982年10月1日に、定価、16万8000円で発売されたんだ。手取りの給料、新卒には辛いな。最初は日本だけで発売されたんだが、これは、CD フォーマットの開発を担当していたフィリップスが、当初、合意していた発売日に間に合わなかったことが、原因なんだとよ。ソニーは、発売日の全面的な延期に同意するのではなく、日本以外の国での発売を半年遅らせることに合意し、フィリップスの CD100 は、1982年11月に発売されたが、初期のフィリップスのプレイヤーには、ソニーの部品が使われていた、という経緯もある。この合意に基づき、1983年3月に、海外でも発売された商品だな。この本体前面には、トラック番号や再生時間などの情報を表示する、真空蛍光表示パネル、付属のリモコン用赤外線レシーバー、再生操作やトレイの開閉、再生時間と残り時間の、表示の切り替えなどのボタンが装備されている。ダイヤルは、4分の1インチヘッドホン端子の音量レベルを調整するためのものだけのものだ。だから普通にやったら音、何も変わらなかったのか。30年くらい越しの真実だな。CDP101 というモデル名は、ソニーのオーディオ事業部を率いていた、イデイノブリュキさんが選んだものなんだ。101は二進法で語を意味して、イデイがミディアムクラスである、と考えたことに由来するんだとよ。開発側の思いが込められた名前なんだね。続いて、ポータブル CD プレイヤー、ディスクマン D121 だ。どんどん小さくなってくじゃん。ソニーのディスクマン D121 は、1984年11月1日に、世界で初めて発売された、ポータブル型の CD プレイヤーなんだ。日本で初めてじゃなくて、世界で初めてなんだ？以下数、お値段は 49,800円という、当時としては破格の値段で発売し、当時低迷していた、CD 市場の活性化に、大きく貢献したと言われている。なんだか10万超えの値段ばっか聞いてたから、すごい安く聞こえる。でも、大学生のバイト代飛んじゃう。今の電子機器の値段が安い、とも言えるんだよな。
このコンパクトディスクプレイヤーは、小型化と同時に、低価格化していたことから、瞬く間に大ヒット商品となった。まあ、今の若い子たちにとっては、何これ大きくない？ってなるサイズ感だが、当時にしてみたら、スタイリッシュこの上ないデザインだったんだよな。小さくなってくのも、電子機器が進歩した感あって、熱かったしねー。小型化してきたがでかくなるぞ。お次は、ショルダー翻訳型 NTT だ。で、出たー。肩掛けカバン。今からしたらそう見えるよな。ショルダーフォンは、社外兼用型自動電話とも言われるものだ。自動車から離れていても利用できる車載、携帯兼用型自動車電話は、電電公社の民営化の年、1985年9月に、100型が完成したんだな。それがショルダーフォンだな。重量が約 3kg だ。重い。米じゃん。米にしては軽いが、いつも持つには重いよな。ショルダーフォンという文字通りに、肩から下げて持ち運ぶことができて、自動車から離れても利用できる、社外兼用型自動車電話だな。また、1988年5月には、携帯専用型ショルダーフォン101型も発売されているが、機器が、少しだけポータブルにはなっているも、あくまでも、自動車電話の発展系としてのサービスだった。ちょっとだけ小さいカバン買った的なやつね。感覚的にはな。100型の性能は、連続通話時間が約40分。連続待ち受け時間は約8時間。送信出力は 5W だった。うん？思ったよりは、割と性能いいんだね。そして101携帯専用型の性能は、連続通話時間が約40分。連続待ち受け時間は約8時間。重量が約 2.5kg。送信出力は 5W だったんだ。おお？本当に重量だけ変えた。って感じなんだね。日本で初めての携帯電話、ショルダーフォンが発売されてから、約30年が過ぎた。そして携帯の進化と同時に、私たちのコミュニケーションも大きく変化している。携帯電話の歴史とは、コミュニケーションの変遷の歴史でもあるんだな。まあみんなご存知のことかもしれないが、これはひとえにバッテリーのせいなんだ。おととい来やがれ。令和が昭和に対して煽るじゃないか。車の中にいた時は、シガーソケット経由で、車のバッテリーから電源が得られていた。当たり前だが、そこから自由になるためには、自前のバッテリーが必要なんだよな。だから、あのカバンの形みたいな部分の中身はほぼ、バッテリーなんだ。それでショルダーフォンは、連続通話時間約40分で、連続待ち受け時間、約8時間だったんだね。バッテリーが保ってるのかもわかりづらい、微妙な時間だね。まあその昔、携帯電話を持っていたのは会社経営者など、一部のエグゼクティブ、工事現場などで仕事上、どうしても必要だった人たちぐらいで、誰もがどこにいてもコミュニケーションできる、というのを、求めてるわけじゃなかったからな。待ち合わせするときは、会ったときに日時、場所の指定は必須だったしな。近くまで行ったら電話するわ。なんてアバウトな約束は、ショルダーフォンではできなかった。約束が気軽になったのは、もうちょっと後の時代のことなんだね。そう思うと、ポケベルも携帯も画期的な発明だよね。最後の商品になるな。ハンディカム、CCDM8、ソニーだ。うおー？欲しくても買えなかったやつー。まあパスポートサイズで一世を風靡した CCDTR55 が、あまりにも有名すぎるが、1号機は、その TR55 より4年前の1985年に、ひっそりデビューしていた。それが、CCDM8 なんだな。見た感じは、8ミリカメラとしてはコンパクトであり、TR55 と遜色なく見える。でも、何かが違うんですよね？そう。当時の技術でこれを小型軽量を実現するために、かなり機能を割り切ったんだな。小さくするために、犠牲を出したんだね。こやつにできることは、録画ボタンを押すのと固定焦点の切り替え、ホワイトバランスを変えることのみだ。再生もオートフォーカスも、EVF も省略している。つまり、再生するには、別にデッキが必要になるんだな。手間。それでここまでの小型化を実現したんだな。当時、ソニーは 8mm ビデオベータ、VHS に代わる、据え置きデッキとしても、普及させようと目論んでいたから、録画専用機を出したのは、そのあたりの事情もあるのかもしれない。とほほ。大人の事情。まあ、だからバラバラで買うなら、再生もできる上位機、CCDV81 台でいいか。なんて人が多かったのか。この初代ハンディカムは、商用的に成功とはならなかったんだな。でも初代がなきゃ、繋がらなかったんだもんね。初代大山へ。昭和時代、1980年代に流行った電化製品7000を紹介してきたが、いかがだっただろうか。登録商標が多いな、って印象だったよ。あと全体的に重そう。
まあそれは1980年代だからな。今と比べちゃなぁ。未来に向けて電化製品も進化してきて、楽しくなってきた時代だと思うぞ。それがあって今があるしね。初代を。うやまえ。それではゆっくりマリサと。ゆっくり霊夢でした。バイナラならば。